鏡川と高知市中心部鏡川は、高知県高知市を流れる河川。二級水系である、鏡川水系の本流で、二級河川に指定されている。環境省から、平成の名水百選に選定されている。高知市と佐山に源を発する。上流部のいくつかの河川の水を集めた後、唯一のダムである鏡ダムに貯水される。そして、山間部を抜け、高知平野に入る。 この中流域では同じく、高知平野を流れる江の口川への分流が行われている。その後、高知市街地を東西に横切り、裏土湾に注ぐ。川口部分には小島が浮かんでいる。高知市中心部を流れる川でありながら水質は比較的良好であり、夏場の中流域は川遊びや遊泳を楽しむ人の姿が見られる。高知県の他の河川同様、 河川の長さに比べ上流、下流の標高差が大きいため、頻繁に洪水、滑水が発生する。近年では、昭和51年に大雨で堤防が決壊し、大きな被害を出している。滑水対策として、吉野川水系のサメウラダム上流から、導水トンネルなどにより鏡ダム上流へ導水が行われている。鏡川の源流点には、いくつかの説がある。 七つぶち以外は、高知市、土佐山。もともとは、潮江川と呼ばれる川であった。古代より、土佐国の中心地は、高知市北東部であり、現在の中心部は、潮江川の氾濫もあって、デルタ地帯の出現で、開拓が困難であった。戦国大名の長我壁元地下により、築城が、試みられるが、水はけの悪さのため三年で断念する。土佐藩書大藩主。 山内和豊により、鏡川と北部の江の口側を外堀に利用した城の建設と城下町整備が始まり、治水工事が行われる。城は、慶長8年に本丸と二の丸が完成し、両川にちなみかは中山城と名付けられた。しかし鏡川が度重なる氾濫を起こしたため、二大藩主忠義は、川中の名を意味嫌い、高知山城と改名した。後に、 城の名は省略されて、高知城、城下町は、高知と呼ばれるようになる。五代藩主、山内と四夫の代で、清流が称えられ、我が影を映すこと鏡の如しとして、鏡川と名付けられた。同時に、同じ土佐国内にある、鏡川と呼ばれる川は、物ノ川と改名された。坂本龍馬が幼少時、雨に降られるのも川で泳ぐのもどうせ濡れるから一緒だ。 そして、雨の中鏡川で水蓮したという話が有名で、龍馬も泳いだ鏡川と紹介されることもある。鏡川の下流域は、多くが低平地であるため、内水、高潮による氾濫を起こしやすい特性がある。四光外下流部。背景は、北中山、筆山以下、下流方向へ。鏡ダムから、下流方向へ。ありがとうございます。